はい、ごきげんようでございます。本日はどちらに来てるかと言いますと、はい、戦端という駅の前に来ております。そして今日登る山は、はい、高水三山という山に登ります。高水三山とは、まず高水山と、岩岳石山と総岳山という3つのピークの総称らしいです。それでは早速行ってみましょう。グレートトラバーススタートです。あと宝源寺というお寺があります。ここは一つ安全登山祈願をさせていただきたいと思います。安全登山祈願終了。あとここから本格的な登山道になるらしいです。あと今回もめっちゃかすってます。登山道は結構広めとなっております。おっと、増幅院、です。あっと、そしてここが、はいはい、高水さん、どうもお待たせしております。はい、続いては岩岳石山に向かいます。あの日あんな別れ方はしない、君の腕を掴んだままどこまでも歩いただろう、愛とは自業自得、おっと、この分岐を右に行くと岩岳石山山頂らしいです。あっと、そしてここが、はい、岩岳石山です。はい、続いて今回最後となります、総岳山に登ります。あと雲海です。あと総岳山まであと 100m です。あと最後の最後で根っこと岩だらけです。あ、そしてここが、はい、ここが総岳山。それでは下山します。はい、というわけで今回は東京都の奥多摩にあります高水三山に登ってきました。梅雨時で悪天候ということもあり、誰一人としてすれ違いませんでした。まあ、ただね、晴れてたら、まあ、登山道も広いですし、大変登りやすい山だと思います。皆さんもぜひ登ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。バイ。